ポットの中である一番有名なところへ来ました。イスルムニアあのお寺なんですけど、昔有名な昔話があります。このお寺はあの王女様が、名前はねルトガムヌという王女様が建てたお寺です。このお寺と関係ある一番有名なラブストーリーがあります。昔はねあのルトガムヌという王女様の娘があまりお金ない、なんて言えばいいの、ちょっと王女様の家族と関係できなくなる、ちょっと、レベルがあまりねえ、この言葉を本当に勉強したことがないからちょっと難しいんだけど、説明はそんな関係が始まったのね。そしてあのこのドゥトガムの王女様の娘はサーリアさんです。あとこのサーリアさんが王子様が付き合った彼女はアショーカマーラっていう女の人ね。あの女の人は普通の家族の、だってあの王女様とあのそんなにレベルがちょっと下がっている女の子なんですけど、このサーリアという王子様がアショーカマーラにめちゃめちゃ好きだった。だからあの次の王女になりたくない、私は絶対アショーカマーラと結婚するって言って結婚したっていう昔話があります。だからあの二人の一番有名なあのラブストーリーがめちゃくちゃ有名になったから、誰が作ったか分かんないけど、あの二人の彫刻物があります。ちゃんとあの石でできた彫刻物なんですけど、今日はこれを見に行こうと思いましたね。最近私とのあれ何ラブラブはまあうまくいかないから、ちょっとあれを見てちゃんといいことができる。 If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. 今日本当に暑いんですよ。多分35と36度ぐらい。日本と比べたら同じぐらいなんですけど、スリランカはあのね、アヌラードプル特にこんな感じです、いつも。じゃあ、私はお寺の中に入る前に、いろいろ言いたいことがあります。だって日本とスリランカを比べたらちょっとお寺へ行くときルールがいろいろあるから、スリランカはちょっと厳しいんですよ。まずは服装、いつもスリランカのお寺に入るときに白っぽいこんな感じの服は必要です。もしいろいろ暗いとかいろいろ色がある服着たら中に入れないです。これをこっちにちゃんと入ってあるから、それを守ってください。日本にね、私は浅草とかいろいろお寺行くときに何もどんな感じでもいいけど、私はちょっと厳しいです。申し訳ございません。じゃあね、中に入りましょう。多分動画は撮れるか撮れないか分からないんですけど、一応頑張ってみます。じゃあ、一緒に行こう。ここそ。いやー。ちょっとお寺に入るときに靴を抜けなきゃいけないから、今もう裸足でちょっと暑いから我慢できないです。だからこっちに行こう。綺麗でしょ。こんな感じのお寺は日本にないと思います。さあ、いい観光スポットでしょ。
中に入っていろいろ見せたいところがたくさんあるんですけど、ちょっと説明しようと思いました。じゃあね、これは全て石でできてます。あ、仏教に関係あるから、もし仏教の、お寺とかいろいろ昔話知りたいんであれば、こんなお寺に来ればいいです。名前覚えてください。イスールムニア。じゃあね、中に行きましょう。お祈りするときにいつもお花はこんな感じで、このままはダメです。一つのポイント言うことが忘れたんですけど、日本とスリランカのお祈りする方法が違います。日本はね、一回五円玉を箱の中に入れて3回ぐらいこうやってするんですけど、スリランカはちょっと違います。スリランカはお花とかは仏教様にあげて、そしてこうやってしていろいろパンチャシーダっていうロータススートラのいろいろお祈りするいろいろあるんですけど、そんな感じです。さあ、これはイスルモニア洞窟です。この洞窟の中にコウモリがたくさん入ってます。聞こえますか？いろいろコウモリの音。これの上に上がって上からアヌラドプル町の周り見ることができます。そしてあそこから行ってみよう。
反戦です。スリランカは今爆発、何もテラが何もないから、安心して観光してください。This is for all the tourists around the world. If you are watching this video, I would like to tell you something because a few months ago there was a terrorist attack in those Christian churches, and after that there was a huge decrease in the tourist industry, and most of the Sri Lankans are so worried about what has happened, and now we can guarantee there's no any fear for that. There won't be any terrorist attacks because the government and the other officers, they have confirmed that there's nothing to be worried. Usually if we come to a temple like this, there's a lot of tourists around here. Unfortunately, there were a few number of tourists because maybe they are scared of coming to Sri Lanka. Life is important, right? But we can guarantee that Sri Lanka is totally safe now. So don't be hesitant. Sri Lanka is the best, Earth's most favorite island, as I believe, and the hospitality, everything. So please, I am encouraging you to visit Sri Lanka. And 2020 has happened because terrorist attacks and the other things, like, you know, people do them. Just they don't understand the value of life and the existence of life, because after we die, we don't take anything back. You have to understand that. Anyway, just a reminder, Sri Lanka is beautiful. This is not the only place if you can visit in Sri Lanka. I came here because I am living in this city, Anuradhapura. But in this Sri Lankan island, in each and every city, there's something special to visit. So come and visit Sri Lanka. ありがとうございました。じゃあ、おしまいです。また会いましょう。